マールバラ公爵夫人サラ・サラ・ジェニングス。1660年6月5日から1744年10月18日は、近世イギリスの女性。初代マールバラ公、ジョン・チャーチルの妻で、サラ・チャーチルとも呼ばれる。アン・ジョ王の女官として、夫の出世に貢献した女性として知られる。アン・ジョ王の晩年には、長愛を失うが、ハノーワー王家のジョージ二世と、王妃キャロライン。 首相ロバート・ウォルポールと信仰を結んだ、マール・バラクゲの莫大な資産をトラスト法によって継承し、当時ヨーロッパ有数の資産家でもあった。1660年、ハートフォードシャーで、ジェントリュのリチャード・ジェニングスの次女として生まれた。父が、ヨーク公ジェームズに交遇されていたことから、1664年に、姉、フランセスが、ヨーク公夫人アンハイドの助官に取り立てられた。フランセスは、 カトリックの貴族と結婚したことから、女官職を後に辞したが、ジェームズは、ジェニングス家を忘れず、1673年にサラを二度目の公爵夫人、メアリー・オブ・モデナの女官として出資させた。1675年頃からサラは、ヨーク公の次女案と親しくなり、二人は強い絆で、結ばれた親友同士となった。17歳となった1676年頃、 サラは未来の夫となるヨーク公敗下の軍人ジョン・チャーチルと知り合った。サラはジョンに好意を覚え、ジョンもサラに一目惚れしたが、当時彼はヨーク公の兄のイングランド王チャールズ2世の愛称、バーバラ・パーマーの愛人となっていた。彼の手当は少なく、成果も裕福でなかったので、バーバラの相手をしては小遣いをもらっていたのである。また、ジョンの父ウィンストンは、没落した家を再興するために、 ヨークコーの愛称で資産家のキャサリン・シードリーと息子を結婚させようとしていた。ところが、サラの弟ラルフが若字にし、ジェニングス家の法廷相続人がフランセスとサラの娘二人になってしまったことから、ジョンはキャサリン・シードリーを蹴ってサラを選んだ。彼らは秘密裏に1677年の冬に結婚した。サラはヨークコープ人と少数の友人にしか、 結婚の事実を告げず、そのまま助官として出資していた。やがて妊娠が明らかになってジョンとの結婚を公にし、宮廷を辞してから第一子ハリエットを生んだ。1678年に起こったカトリック陰謀事件への関係を疑われ、翌1679年にスコットランドへ、ヨーク公とその家族が撤居すると、チャーチル夫妻も同行して使え、ジョンはチャールズ2世から、 スコットランド貴族のアイマス男爵に従釈された。カトリック陰謀事件のほとぼりが冷めた1682年に、ヨーク公一家はイングランドへ戻り、1683年に、公女アンが、デンマー公子ジョージと結婚すると、サラは、アンの寝室付き女官に任命された。1685年、ヨーク公がジェームズ2世として即位すると、反ンカトリックの風潮が強いイングランドは、 不穏な空気で包まれた。ジェームズ2世はそれでも国境を変えようと試みたが反発が強まり、通称、不休の七人らは、ジェームズ2世のプロテスタントの長女メアリーと彼女の夫のオラニエコウウィレム3世を招兵し、カトリックのジェームズ2世を退位させようと企んだ。1688年、ウィレム3世がオランダ軍を率いてイングランドに上陸すると、ジェームズ2世は、 アンと不穏分子との接触を断つため、アンとサラの二人を、アンの住居ホワイトホール宮殿に軟禁させたが、監視の目をかいくぐって、アンとサラは、オラニエ公派のノーサンプトン伯ジョージ・コンプトン邸へ逃れた。チャーチルとジョージ王子はそれまで応答派であり、ジェームズ二世と共に、オランダ軍を迎え撃つためのイングランド軍に加わって、いたが、事件前に、オラニエ公支持派に転じオランダ軍に寝返ったため、 脱走計画は事前に、チャーチルが中心に動いていた。名誉革命が成功し孤立した。ジェームズ二世は亡命。ウィリアム三世とメアリー夫妻は、翌1689年に、イングランド王ウィリアム三世、メアリー二世に即位した。アンも二人の後継者として注目されるようになり、チャーチルは、マールバラ伯爵に、助爵。アンは自分を勇気づけて安全に避難させてくれたサラと、ジョン夫婦を、 さらに厚遇するようになった。もし、ジェームズ2世が、オランダ軍を打ち負かしていたら、チャーチル夫妻は捕らえられて反逆罪で、処刑されていただろう。しかし、メアリー2世とウィリアム3世の地下、サラの立場は難しいものとなった。マールバラハク夫妻は、ジェームズ2世時代よりも厚遇されたと喜んだが、この時よりサラは、アンの側近として、その影響力が知られるようになった。 不快感を示した、メアリー2世は妹に皿を解雇するよう迫ったが、アンは拒絶したため、姉妹関係は悪化するようになった。別の問題も浮上した。1689年、アンの支持者が、大妹アンに、終身年金として、年額5万ポンド支払うよう議会に要求したのである。ウィリアム3世は、王室歳費から同じ額を支払って、アンを従属させ続けようと画策したが、 皿に吹き込まれた案はこれを拒絶した。王室費からの事前でなく、議決された歳費を要求したのである。直ちに議会は年金を議決し、案は皿の努力に感謝した。サラが案の側近として名前を挙げることはすなわち、メアリー二世がマールバラ博夫妻を疎んじることにつながった。1692年、メアリー二世から皿の追放を命じられた案は、 拒絶したため宮廷から締め出される格好となり、ウィリアム三世もマールバラ博から感触を取り上げたため、アンは親しいマールバラ博夫妻、サマセット公夫妻らとサヨンハウスで過ごす日々を送った。1694年にメアリー二世が天然島で休止すると、ウィリアム三世はアンの国民的人気を無視するわけにいかず、彼女をセントジェームズ宮殿に居住することを許した。彼は、 マールバラ博を公務に復帰させたが、サラの影響力下にあるアンを政治の場に迎えず、自身が不在の際の摂政にも任命しなかった。王が国外へ旅行した際、時期多い継承予定者が摂政を務めるのが当然であった時代に異例のことだった。1702年、ウィリアム3世が急死し、アンが女王となった。サラは孤児したが、アンは直ちにジョン・チャーチルを マールバラ公として受釈した。アンは自分が存命の間の年金として、マールバラクゲに年額5000ポンドの年金を議決させ、さらに王室歳費から年額2000ポンドを支払うように命じた。サラはミストレス・オブ・ザ・ローブスとされ、ジョンは大将軍とガーターナイトに任命された。アン女王時代、ジョン・チャーチルはスペイン継承戦争で戦うことが多く、サラはイングランドに留まった。 女王の側近として強い影響力を保ったサラだが、宮廷に現れたのは稀であった。アン女王から1704年のブレンハイムの戦いの勝利の褒美として与えられたウッドストック荘園にブレナム宮殿を建設中で、そこにいることを好んでいたためである。それでも、アンはさらに多くの手紙を送り、政務や雑務についてのラの助言を仰いでいる。サラはビジネスマネージャーとして、 女王を管理下に置いていた。しかし、アンは、親友に、優しさと同情を期待していた。サラは、この点では、アンのそば近くにいたとは言えず、アンを支配していただけだった。サラが、向こうの、第三代、サンダーランド博、チャールズ・スペンサーを、枢密院の一員にしようと女王に迫って拒絶された、ことがあったが、サラは戦争で夫を支持した保育党 B 期で、保育の方もサラを、 女王のお気に入りとして利用しようとしていた。しかし、トーリー投資時で、急進的な保育党を嫌っていたアンは、サンダーランド博を任命しなかった。サラは、自分と親しいゴドルフィン、博シドニーゴドルフィンを代わりに、使って、サンダーランド博任命を押したが、自身も女王に働きかけ続けた。1705年、サンダーランド博は、オーストリアの首都ウィーンへの特使に任命されたが、同年のアンから、 ゴドルフィン宛ての手紙では、ゴドルフィンを信頼していたが、サラを、かつての親友として考えられなくなっていた内容を、書き表している。翌1706年にサラはアンに働きかけて、サンダーランド博を国務大臣に起用させたが、アンからは疎まれる結果となり、ゴドルフィンとマールバラコもも、ンの信頼を失っていった。サラの地位に対する明けっぴろげさと無関心さは、 今や厚かましいものと見られていた。当時の多くの女性たちと違い、彼女は、当大きっての国の実力者、マールバラコー、ジョン・チャーチルとゴドルフィン博士ドニー・ゴドルフィンと非常に親しい関係にあった。ゴドルフィンは、案の多い継承号に高い地位を拒んでいるとみなされ、静かに暮らすことを好み、政治的にも威張っている皿から遠かった。サラは、 男ばかりの内政と外政の世界で唯一の女性として常に助言を求められた。意見を表明することで、ずけずけと非難を浴びることもあったが、彼女は魅力があり快活で多くの人々に称賛された。アンとサラの友情が壊れていったのにはいくつかの理由があった。彼女は多くの書簡を交換していても、サラの返事が稀であるため彼女を非難し、サラが長く、 宮廷から離れているのに苛立っていた。また、政治的な立場の違いもあり、アンは、通り位等を好み、サラは、保育党 B 期だった。アンはサラと考えが一致しないことがあるのに、耐えられなかったが、サラは常に、夫のマールバラコーのことを考え、アンが、保育党嫌いなのを承知で、保育党を支援するよう求めていた。1703年。 着難のブランドフォード公ジョンが天然痘に感染し、既得となる。戦地からマールバラ公が呼び戻され、夫妻は2月20日に、一人息子の死を見取った。息子を失ったサラは心痛のあまり引きこもり、女王からの悔やみの手紙にも冷たく、儀礼的に応じたが、サラは案憎肉親と死別した時に、女王が自分を締め出させないようにした。1708年に、 アンの夫ジョージが亡くなると、サラは招待されていないのに、ケンジントン宮殿に入り、アンに目通りして、彼の遺体と対面した。サラは、悲観にくれる女王に、ケンジントン宮殿からセントジェームズ宮殿へ移るよう、言ったが、女王はぶっきらぼうに断り、さらに、十枚のアビゲイルヒルを呼ぶよう命じた。アビゲイルがアンに影響力を持っていることに気がついた。サラは、アンの言いつけに背き、 ジョージの死に嘆き悲しむアンを叱りつけた。アンは直ちにセントジェームズ宮殿へ連れて行かれ、サラの鈍感さが女王の気持ちを著しく害し、友情に決定的な打撃を与えた。アビゲールはサラのおばの長女で、成果が没落したことから、サーリバーズの召使いとして働いていた。サラは自分の家の家事手伝いとして彼女を雇い入れ、後に紹介して宮廷に出資させた。 1704年、アビゲールは、アン女王の寝室付き長官となった。だが、アビゲールは、トーリー・党の指導者、ロバート・ハーレーの、また10枚に当たり、サラとは、正反対のトーリー・党よりであった。しばしばサラが宮廷を留守にするうち彼女は、アンの腹心となったが、アンに政治的に圧力をかけたことはなく、心の許せる友となった。1707年、サラには知らせずに、 アビゲールがサミウェル・メーシャムと結婚式を挙げた際、アンは劣跡した。サラは結婚の事実を数ヶ月後に知らされたばかりか、アンが王室在庫からアビゲールの持参金2000ポンドを出してやったことを知らないでいた。アンは要求ばかりして、サラはアビゲールを憎み苛立ち、アビゲールをジョージ公式の時にただ一人も服を着なかったと責めたり、アンに 同性愛傾向があると暴露したりしたが、女王との仲はすでに修復不可能だった。1710年に女王と会ったのを最後に、サラは宮廷から姿を消した。同年にゴドルフィンが更迭され、総選挙でトーリー党が大勝して、ハーレーが大倉卿に就任、ヘンリー・シンジョンと共に戦争の和平に取り組んだためマール・ワラコの立場も危うくなった。1711年1月、 サラは、衣服係女官の地位を、サマセット公、チャールズ・シーモアの夫人エリザベス・シーモアへ明け渡し、アビゲールは王室祭秘管理官となった。マール・バラ公も12月に司令官を罷免され、翌1712年に、マール・バラ公夫妻はイングランドを離れ、ヨーロッパを旅行した。スペイン継承戦争でのマール・バラ公の活躍で、ドイツやオーストリアの宮廷で、夫妻は皇遇されたが、 このままヨーロッパに滞在することを、サラは望まず、健康が悪化しながらも、イングランドへ戻った。マールバラ公夫妻が帰京したのは、アン・女王が崩御した1714年8月1日の午後だった。ジャコバイトのオス・カトリックのジェームズ王子を招兵する、アンは退けられ、生前のアン・女王の遺言通り、ハノーファー戦帝公、ゲオルクルート・ビヒが招兵され、ジョージ一世として即位した。 ジョージ一世即位に尽力。この事情から、マールバラ公もイングランドへ帰国。ジョージ一世は、マールバラ公夫妻と私的な関係を築いた。ジョージ一世はかつて、スペイン継承戦争でマールバラ公と共に戦ったことがあったため、ヨーロッパ旅行中に、夫妻はハノーファーの宮廷に招かれていた。帰国後も、ジョージ一世の行為でマールバラ公は、 イギリス軍の大将軍に帰り咲き名誉回復を果たした。一方のサラは帰国後に孫たちの結婚に尽力、年長の孫娘、ヘンリエッタ・ゴドルフィンを縁付けようと奔走し、1717 17年にトマス・ペラムイコール・ホールズと結婚させた。残りの孫たちも有力貴族らと婚姻を結んでいくことになった。マール・バラコーは1722年にウィンザーで死去し、サラは 手の込んだ葬儀で彼を弔った。二代目マールバラ公となったのは、ゴドルフィンの息子、フランシス・ゴドルフィンと結婚した次女ヘンリエッタだった。未亡人となったさらには、彼女の莫大な相続資産を狙って縁談が舞い込んだが、彼女は孤児して再婚せず、マールバラへの所領の経営に努めた。王室との関係は引き続き良好であり、たびたび、ジョージ2世被キャロラインの宮廷に招かれた。 彼女は孫娘、ダイアナ・スペンサーを王大,大使フレデリック・ルイスに嫁がせるべく、10万ポンドの持参金をつけるとまで意気込んだが、首相ロバート・ウォルポールに退避けられた。良好であった宮廷との関係も、サラが王妃キャロラインからの、あなたのウィンブルドンの所領を通過させてほしいとの依頼を、退避けたために終わりを迎えた。サラは保持していた、ウィンザー公園の管理者の地位を取り上げられ、 年500ポンドの収入を失った。また、ブレナム宮殿を含むウッドストックの所領は国のものであるという政府と戦わねばならなかった。1733年、サラは性敵、ウォルポールの没落を見たいと望み、事実、1742年に彼は首相職を辞した。1744年、84歳という長女を全うした遺言により、 大ピットに1万ポンドと辞書が依存された。ウォルポールの性的ピットが彼に対して容赦ない。攻撃をしていたのが依存の理由とされている。マールバラ公為は、ヘンリエッタナキアと、マールバラ公とサラの外孫で、サンダーランドクと、娘アンの息子、チャールズ・スペンサーが受け継ぎスペンサー・チャーチル家として、存続、チャールズの甥い、ジョン・スペンサーは、スペンサー伯爵に助せられ、子孫は、 イギリス貴族に劣せられ現在に至る。また、マールバラクゲからは、ウィンストン・チャーチル、スペンサー博家からは、イギリス元太子ヒダイアナを排出している。サラとジョン・チャーチルの間には二男五女,女が生まれた。英国の貴族、P246P248、イギリス革命士、P249P266P267、英国の貴族、 P248P249 イギリス革命史、P75P77 英国の貴族 P249 から251イギリス革命史、P139P140P159P160 英国の貴族 P251P255 スペイン継承戦争 P52P54P131 英国の貴族 P255P256、スペイン継承戦争 P147P148、P190P193、スペイン継承戦争 P68P245、スペイン継承戦争 P207P209、英国の貴族 P256、スペイン継承戦争 P278P279、P294P297、P P353P354? スペイン継承戦争 P384P388 英国の貴族 P257 スペイン継承戦争 P396P397 ありがとうございます。